4号艇の馬崎政権がコースに動きを見せようとそんな状況でありますが内訳両者、これを抑えずつつ2号棟黒岩にコース、インは1号艇秋元が抑えそうです今日最終日は分単位で気配の変わる予測不可能なコンディションの変化もありました現在の水面上流れる風、緩やかに向かい風なのかどうなのかいずれにしても穏やか先ほどの状況が嘘のような水,水面となっております12レースの優勝戦 さあ3点進入ですスロースイー1対4と入りました1号艇の秋元が左右ち結果、高額を手に入れました来季に向けてもチャンスを何としても生かしたい一戦でしょうがっちり一戦そして2コースどこらめは怖い将この秋元とは同期でありますが2号艇の黒井が並んで4号艇の正木政権3コーススロー順優敗れた悔しい思いはこの一戦で晴らしてもらいましょう3コースへ 下げて3選手がダッシュ戦です角は4コース引っ張りましたパワー上々松崎雄太郎5コース6コース外に回って北陸の実力派中島そして萩原スローを3手12うと入りましたダッシュが3点です3566手の新入スイルは3対32つに分かれた12レースの優勝戦並びはインコースから1番2番4番3番5番 六番です十二レーススタートしました二コース四コース五コース六コースこの辺りがコーススタートしかしインコースが持ち直した1号テール秋元が先行する二コースから二号テールコースから2号テーは差しに待った真ん中割ったエロ天皇テール正木政間通れませんリードは一定四半と踏ん張った1号テール秋元先頭二番手には2号テール狂い三番手の水3号テール皇帝接戦で一周リマークの先回に入りますスタートは成長でした抜け出した1号テール秋元が2マークを突破たインから3号テール正木迫った2号テール狂いが外側から握り込んでホームスイッチ 入りました。アウトサイドに決着に定身先行する二号艇黒い三番手三号艇の真っ先ち宙をズバッときたなは五号艇の中島さあ来る二番手と定価を占めるのか五号艇の中島その差は要すに二転身2周1マークの先型ですインから行く行く五号艇の中島アウトサイドから二号艇黒いが抱えて回ってバックへ入りました振り切った模様であります二番手は五転身先行し二号艇の黒い変わって今度は三番手宇ちを突いた三号艇の真っ先浮上三艇なの現在一二三となって時原を通過二コーラーの戦果に入ります 先頭リーダーご定心1号艇の秋元悟がスタンドへ2番手、内を接近する先行艇の松崎外を待って2号艇の黒井がかわしました上位3手1、2、3の並びとなって前提が最終周回ラストラップに入るところしかし諦めません追走するさあ、内から来てます3号艇外側から判定者が先行中2号艇の黒井3周回の第3マーク2番手の水は3号艇の松崎がいった奥を握って2号艇くれもうお逆転浮上2番手は3号艇の松崎惜しくも3番手は2号艇黒井上位三手一三 先頭は独走対戦1号艇の秋元です気がつけば高額での優勝戦進出です本人も想定外と笑いますが訪れたチャンスは逃しません結果見事勝利のゴールで飾りそう本来の活躍に目覚める瞬間でしょうかホーム直線入りまして1号艇秋元2番打は3号艇の正木3番手が2号艇黒いと続いた12レースの優勝戦まもなくゴール先頭1番秋元ゴール2着3番松崎ゴール2番の黒井ゴール5番の中島4番の正木ゴール最高峰となって6番の萩原ゴールです